アンドレア・ガルディーニアンドレア・ガルディーニは、イタリアの男子バレーボール選手、バニャカバド出身。ポジションは、ミドルブロッカー。元イタリア代表。1986年、20歳で、ナショナルチーム代表に選出され、同年3月18日、アオスタで行われた、アルゼンチン戦で代表デビューを飾る。代表を退いた2000年まで14年間にわたり、 イタリア代表のミドルブロッカーとして、数々の国際試合に出場。その総出場数は418試合に上り、アンドレア・ジャーニに次いで、歴代2位に当たる。オリンピックには4大会連続出場し、1996年、アトランタオリンピックの銀メダル、2000年、シドニーオリンピックの銅メダル獲得のほか、世界選手権3連覇、ワールドリーグで6度優勝。 欧州選手権で4度優勝するなど、1990年代のイタリアバレー全盛期を支えた中心選手として活躍した。また、セリエ A の所属クラブにおいても、スクデットを7度も獲得した。その功績がたたえられ、2007年10月11日、マサチューセッツ州のバレーボール殿堂で表彰された。アメリカ代表が編み出したリードブロックシステムを、 ガルディーニが完成させたとも言われる。2008年北京オリンピックにはイタリア男子ナショナルチームのアシスタントコーチとして参加した。ありがとうございます。